ラブレボリューション、あいえ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 、朝起きて夜眠って、そんなループな生活やめちゃった、やめちゃった、無職はガチでナンバーワン、イエイ、うーラブレボ。じゃあ人来るからね、マジで人来るから本当やめて、うーじゃないけど、どの辺なんだろう。でも家タローハウス、あの辺りだと思うな、俺の知りうるに。ワン、ツー、トリー、これでしょ、ほら、もう分かる分かる、多分これか、あれだよ、これか、これだよ。はい、あ、創価学会です。おはよう。寒かろう。こちら動物園ですか。うん、川越動物園。川越動物園、この時間やってます。いいですよ。何ですか。帰りは寒いんだから。え、寒いから、ね、どうしようかな。ダメ入れて入れて。いやー、なんかこの雰囲気が初めて来たよ。なんだかんだ初めて。初めて、うん、ちょっと出してもらおうか。何を。草。ん、草を。草をやってんでしょ。そうか。あのノリちゃんが欲しいって言ってたね。うん、オールドジッポ。オールドジッポ。オールドジッポ。吸わないのに。そう、吸わないのに欲しい。これでも本当に使えるのこれ。使える、あの中身オイル入れればね。おしゃれだよねこれね。まあ飾っといてもいいしね。使っていい。匂いがいいのこの。ジッポのオイルね。いいのよ本当に。草は。草はね。迷惑かけてないよね別にいじったってね。うん、草はないわよ。うん、なんでカンボジアばっかだ。カンボジアなんか、いや、それでしょ。いや、別に、でもね、いいから、分かってるでしょ、絶対分かってるでしょ、でも、じゃあよかった。いや、俺は単純にほら、俺はいろんなとこ行きたいの。ただ、リスナーがあのシリーズで見たいっていうのが、あ、なるほどね。来年はね、ちょっと足治ったら別の国も行ってみようかな。いや、なんかさ、言い過ぎてスロバキアって言うからちょっと迷惑かけちゃったかなと思って。いや、スロバキアの前に俺、ウクライナ行くって言ってるから。ウクライナ行く。チェルノブイリ。あれ、あれでしょ、ロシアの話でしょ。チェルノブイリの原発だとか、もう今入れるのよ。あ、そうなんだ。うん、そこを行ってみたいなと。スロバキアも前から行きたかった。変なもん持って帰ってきちゃダメだよ。ああいうのがあるから。そのことでね、のりちゃんがね、なんでカンボジアばっか行くんだって言ったら、うんうん、のりちゃんのリスナーが、葉っぱ吸うためだろみたいなリップをしてね、うん、それはいいのよ。まあまあ、まあ、ネタでね、俺も言ってるネタでね。そしたら、うん、他ののりちゃんのリスナーが、うん、そんなこと言うなよみたいな感じで、あ、止めたんだ、ちょっと失礼だろ。ちょっとそう、リスナー同士がちょっと揉め始めた。揉めと、ほんほんほん、あ、あったあった、見た。もう仲直れと。そんな、うん、こっちは気にしてないんだからね。石川さん3ヶ月カンボジアだね。3月、あ、次3月、うん、あ、行く、絶対行かないよ。嫌だよ、穴掘りたくない。カンボジア行くのと、うん、バンジーやるのと どっち選ぶの。どっちも選ばない。嫌だよ。あ、そう。地面も掘りたくない。横山みどりがね、これだ、うん、ほら、マカオ行ってたでしょ、うん、マカオ行ってた。あのメンバーに、あの写真のメンバーにノリちゃんいないから。全然、絶対行かない、絶対行かない。絶対行かないよ、本当に。外国怖いよ、ね。カンボジアね。面白そうだけどね。面白いけど、やっぱね、しんどいよね。食べ物を。いや、怖い怖い。うん、予防接種怖いもん。そもそもなんかいっぱい打たなあかんやん。うん、で、行くやん。うん、病気の問題とか。うん、言葉通じないし。打たなくてもいいのよ。え、打たなくてもいいのよ。いやいや、打たなかったらだって何拾ってくるかって、顔、ブクブクになって帰ってくるかもしれないじゃん。狂犬病やっぱ怖いね。あ、あの犬のやつね。狂犬病俺、今回初めて打ったのよ、うん、まあ、犬に噛まれることもないだろうなと思って、うんうんうん、前回目の前で村の人噛まれてたから大丈夫だった。大丈夫だった。ゆいがパイセンに似てる長老が噛まれて、うん、今回もしかしたらもういなくなってるかなと思って行ったら、うん、いいっすか、元気にあのタイマーってた。あ、本当に生きてた。あれは見たよ、あのなんだっけ、バファリンと外国の人がいて、うん、なんかプールみたいなところがあって、うん、揉めて、バファリンがノリで外国人に突き落としたら、ファークとか言って、ラメル、ポケットに携帯とね、財布が入ってたのよ。そう。携帯が濡れたじゃねえかっつって。詰められてたでしょ。いや、もう、捨て頃、インカンボジア、怒るかなと思ったもん。あ、その場でね。大丈夫だったんだ。大丈夫だった。あと、まだ覚えてる。バファリンが、なんか、コーヒーかなんかを、喫茶店で食べ、飲んでて、うん、金払っても払っても払えって言われてて、怒ってるやつ見たら、俺もうさっき払ったじゃんみたいな。なんでまた払うんだよ。あのね、
コーヒー代を払うでしょ、うんうん、違う店員さんが来て、うん、さっきのコーヒーでまたこせってでしょなんでだよとか言って、ほんでおかしいよみたいな、いや持ってきてからにしてよとかで切れてって、ほんでなんかタロちゃんがうちから来てあーとか言って、で弁当さんが聞いてくださいよ、払ったのにまた払わされるんですけどって言ったら、弁当さんがうんそうだよとか、そうなんやとか、そうあのだから、うん、来る前にお金払っちゃうと持ってきた時にもう一回くれって言われるから、うん、持ってきた時に交換で渡さないと、あそうなんだね、うん、なんかそういうくすねちゃうんでしょ、あそうそう、店員さんも店員さんがくすねんでしょ、もらったやつを自分のポッポ入れちゃうから、そうでしょ、だって結構仕事にもうネガティブなんでしょ、なんかついたら怒ってたじゃん、こっちの人は文化の問題か、まあ、うん、そうだね、できるかどうか分かんないものはできるって考えてほしいのに、うん、すぐできないって考えるところ腹立つ、すぐできないかもしれないって言っちゃうんだ、うん、あネガティブだよね、そう、うん、自信がないものに対して、うん、できないかもっていうのをやっぱ言っちゃうから、うん、そこはあのどこの言葉で言うの、うん、それを通訳に伝えて、あ通訳さんもいるんだ、井戸掘るところはちょっとやっぱりあの初めて行く村だったから、なるほど、で井戸をやっぱ支援だけして掘ってもらう、そう手伝ってもらう、3日間で仕上げなきゃいけなかったから、うん、一応一人通訳、あれでしょ、ドリルでガーって水脈当てて下から水出てきたところにつついでて、うん、周りにコンクリートガンって入れて固めてこうやっていくんですよ、そうでポンプがガーって、そうでしょ、うん、あれ力仕事だよね、我見たちが絶対行きたくないと思うこんなもんこんなでかいからだったら向こうの人に、うん、へえってあれでやらされるやん、うん、絶対無理だもんね、で初日は配信外で3人ともやってたの、うん、でリアルあれ、うん、もう2日目は逆にもう現場所に任せて、で、うん、その間に放送してね、うん、ずっとカメラマンやってたの、ずっとカメラマンやってたから、どんどん人増やしてる理由、自分の仕事だんだん少なくなるからでしょ、内緒な、だ最初は1人で、バレてるんだけど、うん、でで最初は一人でやってたじゃん、うん、だんだんバファリンとかワンタルとか増やしてって、うん、お菓子配るのもやらせて、やらせてんだ、うん、全部作業は人にやらせて、俺はあのビデオカメラ、バファリンとワントロもだんだんそれが気づいてくるから、ご飯の中に草混ぜてるでしょ、そう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 、でポワーっとさせてバレないように、だからガチムチになって帰ってきたんでしょ、そうほらワントロすげえ体してたもんね、サウザーみたいな体してたからね超ムキムキになっててびっくりして、普通に勝ちいいの怖えよあんな方、ちょっとあの体つきマジでマジで本当に指落としちゃった、指輪落としちゃった、なんか湖とか海みたいなところにポテンって、俺痩せたじゃん、痩せたから指輪のサイズも変わってて、もともとスカスカだったのよ、うん、で水あのダムだよね、うん、ダムの貯水池で、うん、ワンタロウとふざけ合ってたのよ、あ水だからね、で便所太郎がワンタロウをその水に突き落とすっていうのをやったら、ワンタロウがこの手を握ったままこう離れた時に指輪スポーンって落ちちゃって、あら結局分かんなくて、うん、なんか現地の子供に見つけたらご褒美あげるよって頼むよって言ったでしょ、うん、まだ見つかんない、見つかんないから、あの帰りに成田空港から川越の間に、うん、あの池袋寄って買ってきた、怒らなかった山田さん、大丈夫だった、大丈夫だった、許してくれた、うん、ドローンも水没しちゃったの、あ向こうで持ってて、男性リスナーのために、うん、こう許可もらってプールサイドにいるビキニギャルをドローンで撮ってたら、うんね、あのガンってぶつかって水没しちゃって、うん、あらビキニギャルがいるの向こうに、めちゃくちゃあのホテルやばい、おっぱいすごい見渡す限りの、そういうの、こう配信してインカメで配信、ノリちゃんがこうやってインカメで配信してる、おっぱいが並んでる、あでも向こう遊び場も結構あるの、遊び場やっぱあるある、でも俺ね、うん、そういう穴とか掘れないから、うん、カンボジア行ったらずっと観光よ、うん、俺観光と夜遊びでしょ、観光と夜遊びしかしないよ俺女の手伝えないから、そういう支援とかできないから、もうずっとリゾートで、もうご褒美よ、井戸掘って疲れて宿帰ってきて、うん、ホテル戻ってくるじゃん、うん、プールサイドにしたでしょ、うん、目の前がもうおっぱい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 、頑張ったらおっぱい出てくるの、そう頑張った自分のご褒美の景色、ご褒美、うん、ガキに餌あげればいいでしょ、そう言い方おかしい、あおかしいいやでもそうやって言いながらも実際行ったらやっぱ感覚変わるんだろうね、バワリンとかも変わってったじゃん、そうだね、最初何、何お菓子あげんの、穴掘んの嫌だなとか言いながら行って、やっぱりあれ無垢な笑顔を見ると楽しいよね、受けるものがまた違うんだろうなっていうところでしょ、言うてさ、ね、俺たち配信者ってさ、もともとさ、うん、こう誰からも必要とされない人じゃん、まあ確かに、うん、でそこに子供たちが、うん、また来てくれたって寄ってくるのはやっぱ嬉しいよね、ベンジャーあそこ行きなよ、アメリカのデトロイト、うん何があるの、えもう死んだ都市でめちゃくちゃ治安悪いよ、うん、夜中とかだけでも昼間は大丈夫、うん、でデトロイトの治安が治安がって言ってたら、うん、デトロイトに近くに住んでるリスナーいて、うん、デトロイトの様子写真撮って地面に送ってくれたんだよ、う
そうこんな風になってますみたいな、うん、だから放送で言われてる以上治安悪くないですけど、うん、夜はこんな状態ですって写真撮ったのなんかターミネーターの前半の映像みたいなマジで街に風で髪がこうバサーみたいなチラシみたいなやつあれが本当に飛んでんだって風ででもね夜はね、うん、例えばイギリス行ったでしょ、うん、ロンドンの地下鉄、うん、サブウェイなんかも、うん、要は夜は入るなって言われるのよ、あ本当に夜はあのホームレスとその、うん悪い奴らがその地下鉄の中で薬物取引したりやってるから、うんうん、だからどこ行ってもやっぱ危ねえとこあるよね危ないとこある過去はやったことあるえ過去何過去に何をそういうの何そういうのって何ちょっと言ってることが分かんないよね